いや、意地悪しもつもんだな。もうこんな機会ないだろうからね。よろしいですか。まあ今後ともね、皆さん方にまでつけんだにあたってね、出入り禁止もしたりね、ぶら下がりもうるさいしてあれしたり、いろんなことがあったかもしれんけども、まあ皆さん方も国を思い、国民を思う気持ちがおありなんでしょうからね、そういうお立場で、まあ今後のね、いろんな動きについても、話してみたいということがあったらね、遠慮なくね、話してください。まあ私も島でしょうがなくなるわけじゃありませんが、ますます忙しくなりますからね。ですが、まあここで縁を結んだ皆さん方ですから、まあそういう縁はね、大事に私はしていきたいと思いますから、そういうことで本当にまでね、皆さん方もデスクや上からなんだお前たちはって叱られたと思いますよ。もうちょっとね、取り抜くことにやれたと思うんだけどね、なかなか、ね、皆さん方にサービスもできなかったけど、しかも私がね、この席で会議に行くことやミスリードは絶対しなかったと思うんですよ。勘違いして間違った記事を書いてることがあるけど、私はミスリードは一切しない。私は昔から警察乗るときからね、それは絶対しちゃいかんと。政治家になってもトップダネを出さないくてもね、ミスリードはというつもりでは接してきたけども、皆さん方にとっては不誠実な対応であったかもしれませんけどね、まあいろいろ無礼なこともあったですが、まあ、そこは、一つお許しをいただいて、まあ、今後とも付き合いをお願いしたと。ではよろしいでしょうか。いいですか。はい。はい。